古市の大橋は、新潟県小千谷市と長岡市の品野川に架かる国道17号の、橋町519.384メートルの桁橋。左岸側の小千谷市高梨市町と、右岸側の長岡市名県庁との間に架かる橋。橋町519.384メートルを有する、左岸側は、道路橋梁単体の箱下橋、右岸側は、 上流側に併設されている、妙見関と橋脚が一体となった、相手田橋である。車線は、上下各一車線の暫定2車線で、妙見関上流側に、席の管理用通路を兼ねた自転車歩行者道橋を併設している。現在、新潟県道589号、小路や長岡線として共用されている国道17号の旧区間のうち、小路や潮柄から、 妙見町にかけての区間は、島野川右岸側の急峻な斜面付近を経由しているため崖崩れの危険性が高く、連続雨量が150ミリメートルを超えると、全面通行止めとなるなど、長岡市近郊の難所となっていた。古市の大橋は、これを迂回するために計画された、おじやバイパスの区間として整備されたものである。同バイパスのおじや市産仏制。 高梨町間開通による全線開通と同時に、国道17号に指定変更された。おじやバイパスは、西 IC から一道寺や大橋で品野川を渡り、市北部おしいの字を描くように経由して、再び小市の大橋で品野川を渡るルートをたどり、裏柄、病県町地内の区間を大きく迂回している。しかし、おじや市東おじや地区や長岡市川口地域などと、 長岡市中心部との間は、県道589号を経由するルートが近道となるため、引き続き徴用されている。ありがとうございます。